この車がサポートトラックになりまして、我々のレース車両を裏から、ね、支えてくれる車になるんですけども、昨日の700シリーズという海外の大型の車を使っていまして、この中にレンジャーのパーツだとか、あと発電機とかも積んでますんで、移動工場のような形で毎晩この車を拠点にして我々整備をしているという形になります。後ろの荷台にはさまざまなパーツが積んでありまして、ほぼレンジャーが丸々修理ができるような、ね、部品が積んであります。今ちょっと見えないですが、中には大きな、ね、発電機も積んでまして、ライト等もついているので、夜の、ね、砂漠の何もないような場所で、明かりをつけて車の、ね、整備ができるような形になってます。